長野県の図書館一覧飯田市立図書館、飯田市立上里図書館、飯田市立上里図書館は、長野県飯田市上里黒田にある公立図書館。1923年に上里青年会の運営する市立図書館として創立し、第二次世界大戦後に下稲郡の青年会運営図書館が、次々と公民館図書部に吸収されていく中でも、 青年会の運営のまま維持された。その後、児童書を重視した運営方針を取り、飯田市への合併後は、飯田市立図書館の地域館として位置づけられている。下稲郡上里村では、集落ごとに1 8 9 9年に植え、黒田文庫と下黒田文庫、1905年に、戦役記念上里文庫、1915年に、 古体天記念飯沼文庫と別府文庫が相次いで開館したが、蔵書数は、おのおの3 0から四百冊程度で、その内訳も、二宮孫徳や、浄土教など全時代の思想に立脚したものが多く、大正でもクラシーの風潮に沿ったものではなかった。そこで九百二十二年四月一日、完成組織から自主的な組織へと脱皮した、上里青年会は、評議員会の席で、 自ら選書し自由に勉強できる、上里文庫を設立することを正式に決定した。同年7月1日には1500円を目標に定め、寄付金集めを開始した。一方、大正時代の上里村は、配電権を握っていた稲電気鉄道が、幹線の未整備し、他地域に配電するには建設費がかかるとして、地元負担を求めて、工事を行わなかったため、 村営の電気事業を起こそうとしていた。長野県庁は、稲田に補助金を拠出していたこともあり、稲田側を支持し、長野県飯田中学校を、上里村に移転するので3万円を寄付せよ、と申し入れてくるありさまであった。こうした県の対応に、村民は憤慨し、県税不払い運動を起こすとともに、258人の陳情団を結成して、 長野県庁へ押しかけるという行動に出た。陳情団と面会した時の長野県知事、岡田忠彦は、相手が交渉に慣れていないと見るや、村長はすでに尊敬を諦め、稲田と妥協しようと考えていると嘘をついて、揺さぶりをかけ、陳情団を軽くあしらった。悔しい思いをした、陳情団の中には、青年会の幹部が3人参加しており、上里村への帰路に、 長野市や松本市の図書館を視察し、知事や稲田と互角に渡り合うためにも読書をして、勉強する必要を感じ、神里文庫の実現に向けて奔走した。また資本家に対抗するために民衆が団結して、戦おうという宣言を採択、徳富祖法、長谷川如是館、吉野作造らから激励を受けた。村で運動が一段落した1922年11月より、 寄付金集めを本格化させ、村内約500個を回って、目標額をほぼ達成し、文庫規則の制定、机や書家の購入、文庫設置場所の決定を行った。続いて選書に入ったが様々なジャンルから数百冊を選ぶという初めての経験を前に難航し、1923年2月に村長のいとこであった衆議院議員、樋口隆教の仲介で、 帝国図書館に助言を求めることにした。帝国図書館は、神田古書店街での購入を進め、無事発注を済ませたが、不運にも、同年9月1日に、関東大震災が発生し、神里村に届いたのは発注したおよそ半数の約270冊に、とどまった。その内訳は純文学が最多で、社会科学、宗教、哲学がこれに続いた。 特に白樺派や民本主義の著者の本が多かったという。1923年10月10日、神里青年会の運営する私立図書館として、神里文庫が神里小学校西立の一教室を借用して開館した。文庫になった教室は30畳の北向きで、床板は岸二270冊の蔵書は一つの、書棚にすべて収まってしまうものだったが、 青年らは、自らの文庫を誇りとした。会館は、納館期は、毎月1日11日21日、納館期は、毎月1日と16日で、貸し出し冊数は3冊、貸し出し期間は次の貸し出し日までであった。なお貸し出しは村民であれば、誰でも可能であったが、1回3銭と有料で、延滞すると倍額になった。この貸し出し料は、本の修繕に利用された。 平和式を採用しており、文庫の廊下に署名を記した木札をずらりと並べ、貸し出し希望者は木札を窓口に差し出して本を借りた。この木札群は蔵書目録の役割を果たし、来館者は蔵書を一目で確認できた。図書館職員は青年会に新設された図書部の部員12人が担当した。図書部員は無報酬で、貸し出し、新刊書の購入、受け入れ、 木札作成、統計処理、目録作成などの図書館業務をこなしたので、青年会の部会の中で最も大変な役回りであった。翌1924年には、上里商教師による2日間に及ぶ、経済学の講義や雑誌、解放の記者による、マルクス経済学の対応と題した3日間の講習会を開催した。同年度の予算は216円。 1927年度は224円であった。1927年度の購入図書は青年運動を反映し、共産主義革命や社会運動に関するものが主で、普通選挙やプロレタリア文学に関する本も多かった。このように高度な本が中心の上里文庫に対し、各集落の文庫は気軽に読める本を所蔵する図書館として維持された。 同年度の貸し出し冊数は千百七十四冊、利用者数は千五十八人であった。この頃、青年会幹部らは自由青年連盟に加入し、カール・マルクスの資本論を学習する会を開催、農村の疲弊や尾崎みのりの団結などを訴えていた。一方、上里文庫に補助金を拠出していた、上里村当局は、青年会の酒へ化を危惧し、九百二十四年には、 青年会の計画した文庫の補助金を半分に削る決定をした。さらに、同年3月17日には、下稲郡のライルと、その関係者およそ200人を一斉に取り調べる、ライル事件が発生。7月17日には、ライルの帰還し、第一線第一号を販売したとして、青年会幹部4人が、罰金刑に処された。追い打ちをかけるように、村当局は、 方向転換をしなければ、翌年の補助金を出さないと通告し、青年会は保守派の会長を選出して、右寄りの団体に転換した。購入図書も日本主義、国家主義の著者の本や、農業所が増加するなどの変化が見られた。その裏では密かに、社会運動や社会主義学習を続ける、青年会員がおり、右翼にも左翼にも関わらない一派も存在するなど、 上里青年会は様々な思想を持つ者がより集まる組織となった。1927年7月18日、上里文庫は信用組合当社番室へと移転した。移転先は8条に縮小し、青年会の運営では購入できる図書の数も限られることから、前、図書部長で青年会の副会長に就任した木下秀人を中心に、 五体転記念事業として、存立図書館を建設する5可燃計画を立案した。表向きは図書館建設であったが、裏では村に建設費を出させて、図書館経営の実務は、青年会が掌握し、自前の活動拠点を得ることを画策したのである。青年会としても、年200円の積立金を着実に積み増し、1932年には、目標の1000円に達した。 そこで、青年会は1934年2月13日に、会館設立実行委員会を設置して、図書館建設の検討に入り、1935年1月12日の新年総会の席で、図書館設立主意書と年内の建設完了を期する決議文を採択、主意書に計画書を添えた、県議書を村当局に提出した。県議書では、 当初の村立移行計画をやめて、青年会の運営によることが記されており、思想統制が進む中で自由な図書館活動を維持する方針に転換した。その後、村立か青年会立で、右往左をすることになるが、結局青年会立で決着し、設計、指名競争入札と進んだものの自震祭が行われたのは10月29日で、年内観光は不可能となっていた。 志向は、地元、上里村の大工が受け負ったが、青年会員も勤労奉仕した。1936年7月21日13時、上里図書館は、開館式を挙行した。式典には新図書館を巡回化式にすることを、発案した県立長野図書館長、乙部千三郎の姿もあった。 建設に要した費用は3198円80銭と計画を大幅に上回り、超過分は青年会の借入金でまかなった。新館は1階が図書館、2階が青年会館として利用され、入り口の門中には、上里青年会館と上里図書館の文字が掲げられた。図書館部分は奥行島間口6県、床面積24坪であり、 1579冊を備えての出発となった。翌1937年には図書館規則と職員規定を定め、館長を青年団長、師匠を図書部長とすることを決定した。利用者は目当ての本をガラス越しに見つけ、署名などを記入して水筒口に提出し、取り出してもらうことで本を読むことができた。開館日は従来通りで、 13時から16時まで女子青年会員が19時から21時まで男子青年会員が貸し出し業務を行った。来館者は1日100人以上に達し、他村からの見学者の応対も重なって図書部員は重労働であった。貸し出し冊数、貸し出し期間、村民であれば誰でも貸し出すことができるのも従来通りであったが、この時貸し出し量が撤廃された。 貸し出し無料化は、乙部千三郎の助言によるものとみられる。有料図書館表彰の記念日詳しい事情は不明で、あるが、図書館運営委員会が、購入図書の自己承認を行うことになり、委員会には、青年会員のほかに、村長や小学校長、婦人会、軍人会などの団体代表者が参加していた。体制批判をするような本は姿を消し、国家主義的、 国策的な本、農業系の実務所、島崎藤村、夜明け前、山本雄三、真実一路などの純文学が連なり、三上乙吉、雪の城変化、吉川英治、宮本武蔵など、娯楽的色彩の強い作品も増加した。貸し出し実績は、娯楽的な本が良く、国策ものは、青年会に入りたての新入会員の教科書として利用された。 上里図書館は模範的な図書館と目され、1939年3月に帝国図書館長松本喜一が視察に訪れ、1940年11月に長野県から有料図書館表彰を受けた。一方、時代は太平洋戦争へと向かっていった。飯田警察署からは定期的に利用図書の調査書が送られるようになって、自由な図書の利用に支障をきたし、 左翼的な本を借りる者は皆無となった。また運営面でも、利用面でも、中心的な役割を果たした青年会員は次々と戦場に送られ、利用実績は低下し、1941年には、神里青年会が解散した。神里青年会に代わって1941年4月に、神里国民学校長が団長を務める完成の神里青少年団が発足した。 青年会長は、青少年団の総務部長に、青年会図書部長は、文化部長に就任し、図書館の村立遺館を提起した。戦争に人員を取られたことによる財政難が大きな要因だったものの、自主運営で当局から購入図書にケチをつけられるよりは、村が本を買ってくれたという体裁にして、購入図書を要望する方が得策だと考えたことも背景にあった。 上里青少年団幹部らは、同年の村会で図書館の休場と遺憾を陳情し、6月19日に遺憾が決定、7月12日に上里国民学校長、原大地を館長とする存立上里図書館の遺憾式が挙行された。運営権は村、実質的には上里国民学校の教員に移ったが、交渉の結果、実務は引き続き青年らが行えることとなった。 現館長は自由教育の推進者であったことから読み聞かせを重視しており、これまで手薄だった小学生の利用を促進した。また不評だった延滞料撤廃や隣組青年班で希望図書を取りまとめて一括貸し出し、返却する仕組みの構築、師匠を中心とした読書会の設立などの改革を行った。一方で青年らは、 軍事教練や日々の農作業で疲弊し、読書どころではなくなっており、細田元吉、未亡人、安倍宗、不妊結婚と人間改造など、約200冊を不良図書として除籍し、代わりに良書として、ウィリアムシェイクスピアらの古典文学、日本の純文学、国作本など硬派な本を購入し青年の要望を、組まなかったため、玄関長への不満を募らせていた。 そこで、村立、遺憾3年目にして、死者の佐々木五郎が戦勝を青年に任せる方針を取り、青年らは小説を多く買い求めた。また利用者の中から、こういう本を探しているという問い合わせが、職員に寄せられたことで、現代のレファレンスサービスに通じる取り組みが生まれ、図書館は村の文化センター、村民の拠り所となった。運営主体が図書館活動に理解のある、 学校教師であったことが走行し、終戦の直前まで図書館は開館し続けることができた。最終的に本土決戦が現実味を帯びてくると図書館は、強度防衛隊本部に接収され、弊社と貸し、蔵書は分散、窓ガラスは割れて閉じまりもできないという状態で終戦の日を迎えた。1945年8月30日、神里青少年団は解散し、 自主組織としての上里青年会が9月13日に復活し、10月7日には上里女子青年会も設立された。青年会は早速図書館の復興に着手し、10月10日より競技を開始、12月には図書部を設置した。1946年1月1日、上里図書館は再開し、読書会も同時に再開した。 戦後の読書会は戦中とは異なり政治的な本も選ばれた。運営体制、規則は戦前を踏襲した。天気が訪れたのは戦前の青年会長で日本共産党員の北原亀次が尊営診療所の設立を訴え、その場所として図書館の2階が候補地に取り沙汰された1946年4月のことである。青年会員は 当然に反発したが、一時的な措置との説明を受けたこと、図書館の主な機能は1階にあったこと、元青年会長の肝入りの事業だったことから、受け入れを決定し、同年7月1日に診療所が併設された。図書館の南側では診療所の建設が進められて、いたが、財産の関係上、診療所の医師の住居に変更されたことが、同年9月に判明し、 青年会と村の間で協議が持たれた。協議では診療所の建設が行われるまで継続使用することと診療所が完成した後に建物を公民館とすることが取り決められた。しかし終戦直後の財政難で診療所建設が難航したことから2階の明け渡しは父として進まず、青年会内部でも北原派と半北原派が対立することになった。 2階を診療所に明け渡した青年会は青年が自由に集まれる場所を失ってしまい図書館が単なる本の退職の場ではないことを改めて認識することになったこの間1947年1月に男女別の青年会が合同し図書館の業務も男女混合で行うようになり1948年4月15日には 戦前の完成青年会を引きずっているとして、上里青年会は一旦解散、7月25日に改めて再結成された。この改祖により、図書館も一時休館し、再開後は図書館業務を図書部が、読書会を文教部が担当するという分担がなされた。そして、図書部は図書館開放運動と称する診療所から2階を取り戻す運動を促進し、 図書館設立期の元青年部員から話を聞いて、上里図書館の歴史を学び、彼らも解放を求めていることを知り、活動の正当性を確信した。さらに、青年会は、館長の自主選定権がなく、国民学校長が自動的に就任する規定の見直しを図り、1949年には、戦後初めて青年会長が館長に選ばれた。同年1月、 県案の図書館開放問題で館長を兼任する青年会長の下で陳情書を作成。2月には村木会議長から診療所の新築移転と図書館開放の現地を取り、これを規制事実化するため、損費の負担なしに青年会で所課増設などの図書館改造を実行した。1950年6月には建物を診療所に譲り、 図書館は旧織物検査所へ移転する案を村から提示されたが、表向きは受け入れる姿勢を見せながら、実際には村にとって実行不能な無理難題を受け入れ条件として回答した。結局、村は診療所を旧織物検査所へ移転させることにし、9月1日に2回は返還され、解放運動は終幕となった。なおこの間、1950年4月30日に、 図書館法が施行されたが、下稲郡内に法に適合する図書館はなく、法的には公民館図書部となったが、図書館の名のまま図書館活動は継続された。また、下稲郡北部の大島村、山吹村、市田村、ザコウジ村の公民館図書部と、北部地区図書館協議会を結成した。1953年、図書目録を作成して、括弧配布し、 学校に通う、児童、生徒を介して、図書を貸し出すというサービスや映画会の会場に、出張して、貸し出しを行うサービスを開始した。1955年12月に、下井田図書館協会結成大会が、飯田図書館で開かれ、同会は、飯田図書館を事務局とし、初代会長に、飯田図書館長の池本武雄が就任した。これに伴い、 北部地区図書館協議会は発展的に解消、下稲図書館協会北部支部となった。かつて、上里青年会で活躍した主要人物からは、上里村長や助役、長野県議会議員になるなど、政界進出を果たすものと、労働運動や減水爆禁止運動など社会、運動家となる者が現れた。特に、上里文庫設立と運営に、 中心的な役割を務めた人物が村長と助役に就任した際には図書館経費を手厚く保障する政策を実行、村を揺り動かす力を図書館からというスローガンを掲げるほどであった。この時代の1956年7月1日、図書部員のうちの一人が1000人の図書館員に任命された。1958年の統計によると、 当時の村立上里図書館は6000冊を保有し、同年上半期には1450人が3106冊を借りていった。1962年1月6日には土日を除いて毎日開館するようになり、開館時間は10時から17時となった。一方、この時に上里青年会は運営から手を引いた。1964年11月1日、 上里村民会館が落成し、図書館はその1階の3室を占めることになった。旧図書館は上里村公民、立下南文館となった。館長はこの頃、教育長の兼任であったが、1967年度からは図書館運営審議会の意見を組み、非常勤ながら専任の図書館長が置かれることとなった。それ以降、図書館は職員数、 施設とも長期にわたって変えられることなく、上里村が調整志向により1970年に、調律上里図書館に改称したくらいであった。1976年度の蔵書数は17,803冊、貸出冊数は4,624冊で、月1回の読書会には旧団体100人が参加していた。1953年に上黒だから、 PTA 母親文庫として始まった家庭文庫はこの頃生協で51団体148人が活動し年間約700冊が開覧された図書館の重点目標は基本図書、郷土資料の充実とレファレンスの徹底であり特に校舎は一人で対応するには限界があったが図書館の役割を果たすためにも重要視されていたこの頃 優先放送を使って図書館の紹介を行うという取り組みを行っていた。上里図書館の初夏1985年4月28日、開館式を挙行し、上里町黒田442番地1へ移転した。新館は図書館の単独施設で、鉄筋コンクリート構造を2階建て、敷地を含め、総経費2億7千万円をかけて整備された。 翌1986年には、上里小学校図書館の学校詩書であった、下沢洋子が館長に就任し、2009年に退職するまで23年間館長職を担った。下沢は児童サービスの専門家であり、上里図書館は児童書の収集を重視し、外国語の絵本を原書で購入するなどの活動を展開した。 1993年7月1日、上里町が、飯田市と合併したことにより、飯田市立上里図書館に改称し、飯田市立図書館の地域館として位置づけられた。1997年2月25日には、コンピュータによる貸し出しを開始し、2011年7月1日には、南新州図書館ネットワークの運用を開始した。新着図書、 コーナーコンピュータシステムには NEC のリックスレイを採用している。図書館の周辺は言い出しが一で、周辺には商店、小学校、高等学校、病院、銀行などが立地する。自動サービス重視の立場から自動書の収集に力を入れており、日本国外の絵本も日本語訳書ではなく原書で入手している。また、以下の特殊コレクションを保有する。 飯田市立図書館ではマイクロフィルムの状態で上里青年会資料、上里時報を保有している。テーマ本の展示コーナーイグノーベル賞に関する展示が行われた。ほぼ毎月館内で特定のテーマに沿った本を集めた展示を行っている。これまでに雨の本、お父さんの本、書評に載った本、花のある風景などのテーマが選択され、 2017年度は55件の展示が行われた。この企画自体は、飯田市立中央図書館、金江図書館でも行われているものである。児童向けサービスとして、児童書の充実、乳幼児や保育園児向けの絵本、紙芝居の読み聞かせを行っている。具体的には、外国語絵本の原書での購入、お楽しみ会、お話し会、お話冒険隊などの子供向け行事の開催が、 あげられる。読み聞かせは館内のみならず、幼稚園、保育園、乳幼児学級などへ出張して開催する。児童に対してサービスするだけでなく、児童サービスを提供する側に向けて、子供の本の会、絵本の会を毎月開催し、読み聞かせボランティアの会研修会を大人向けに実施するほか、近隣の高等学校で絵本講座を開講している。 各人の執筆力を高めるための講座として開講しているもので、元は飯田市立中央図書館の企画として1982年に始まったものであったが、他の講座と重なったことから、1999年頃より上里図書館で開催するようになった。企画の意図は、深く読むためには書くことが大事で、書くためには多く読むことになるというもので、 参加者は文章を書くことが苦手な人から文章力をさらに高めたい人まで様々な立場の人が集まっている。1年間の連続講座になっており、1期生のみ100人いたが、以降は毎年20人程度の受講生がいる。講座は講義、演習、添削の3段階になっており、演習では、金遣いや送り仮名、同音異義語、句頭点などについて学習する。 講座の締めくくりとして記念文集を刊行する。指導方針は優しい文章を書くことであり、初代講師は新聞記者、二代目講師は国語教師が務めた。2013年より講師は三代目となっている。講座の終了生の中には自主的にグループを作って、さらに文章力を磨く人もおり、文章講座同窓会を組織して、暮らしの中からと題した冊子を、 毎年発行し、講演会などを開催している。ありがとうございます。